日本各地に眠る素敵なサウナとその先に広がるカルチャーを探す&サウナ。本日は玉木リポーターが札幌市西区へ。こちらです、ゆやサーモンさん。どんなサウナがあるのか早速行ってみましょう。いざサウナへ。中は結構広くて何十人か座れそう、入れそうです。温度も88度なんで私の好きなタイプです。ストーブがすっごい大きくてゴー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 燃えてるのが見えるんですよ。天井もこんなに低くないですよね。だけど温まってるからストーブの力がすごいのかな。雪降ってて多分マイナス何度とかだけど全然寒くないんです。これがサウナのパワー。サウナを楽しんだ後は北海道ならではの食材を使ったラーメンをサ飯していただきます。鹿のおはうですね。んおはう、おはう、アイヌの言葉でおはうって汁物っていう意味なんですけど。麺は細麺ですよね。そうですね、縮れ麺。はい、うん、あっさりしてますよね、鹿肉って。はい、鉄分がまず豊富で、高タンパクで嬉しい、かつ美味しい。おー、サ飯に最高ですね。